はい、こんにちは、日内丸です。今日はね、この前 RPG に変えちゃったんで、今回はローカスだけでちゃんと練習したいと思います。カスタムはこんな感じでいこうと思っています。エイムをね、早く合わせるようなカスタムにしています。カチャッと合わせてすぐにバーンと打てるような感じにはしてるんですが、根本的にスナイパーがとにかく下手なんで、もうね、よく外すんです。まあなんだろうな、うまくは合わせられないというか、エイムがもう下手くそすぎてねえ、もうちょっととんでもない方向にしか弾を打たないんで、もうちょっと練習しないといけないんですけどね。まあそういうことでね、やっていきたいと思います。ヌークタウンのロシア、雪国のとこですね。さあ、マッチ待機です。あ、すぐ終わりましたね。今回は早いですね。さあ、やっていきたいと思います。相手にもね、スナイパーいるみたいなんで気をつけないとダメですね。ではでは、ゴー。まずはこれを入り口から入られても大丈夫なようにドアにぶつけておいて、ここからバキャンと、ほら外してますね。あ、やっと当たりました。もうね、しょっぱなからこう外してるんでね、ああいうところをね、ゆっくり狙っていけばね、ちゃんとこうやって当たるのに、慌てて打っちゃう癖がね、なんかどうしてもあるようで、ねえ、もう相手の球が届くわけじゃないんだけど、こう慌てて打っちゃうっていうのがね、あって、ああいう細いところからでもね、ゆっくり狙いながらね、こうやって、球をパッと変えるのもね、できるようなカスタムなんで、こういう風にね、細いところ狙っていくんですけど、なかなかこうやって、おっと、危ないな、今の。耳かすったんじゃね？いや、ほら、こうやってね、なかなか一発で仕留められないんですよ。どうもね、スナイパーだけはね、本当に下手くそなんで、あっ、何やられたんだろう。あれですね、ドローンですね、殺人ドローンですね。やられましたね、全く困りますよ、ああいうのにやられるとね。あ、上の方に行ってくれたけど、あれは味方が撃ってくれるかな。よし、こっちでね、また撃つとしましょう。ああいうのもね、もうちょっと待ってね、ちゃんと撃てばいいんですけどね。ああいう風な感じでね、ちゃんと狙いのとこ入ったところで、上半身を狙えるところで撃てばいいんですけども、いつもね、こう、ちょっと横にずれる感じなんですよね。ちょっと感度が高いのか、振り回す感じになっちゃうんですよね。もしくは届かない感じっていうかね、クリックショットっていうんですかね。いや、よくわかんないんですけど狙ってからこうちょっと動かして打つ、あえてね、今のように行き過ぎちゃうんですよ。すっと、あれっていう感じでね。あ、なんか投げようとしてました、今のは構えてましたね。危ないな、怖いな、何投げようとしてたんだろうね。こうやってまあ入られそうなところにね、とりあえずあの爆弾を仕掛けて、これを仕掛けるのを忘れてましたね。トロフィーシステムですね。これがあると、あの飛んでくる爆発物をね、あれが防衛してくれるんですね。とてもありがたいシステムなんですよ。今のは一発で貫通して多分2人やっつけたのかな。これも惜しかったですね、今のは。パッと避けられましたね。はい、RC ショックで、あ、ハイブ溜まりましたね。これを使うたびにね、いつも思い出すんですよ。今下の方で鳴ってるね、この曲なんですけどね、虫っていう曲です。これはね、あの自分の作った曲なんでね、まあ売ってはないんですけども、ハイブキルにね、まさにぴったりな曲だと思ったんで、ね、ちょっと鳴らしてみました。はい、トロフィーシステム働きましたね。今バーンっていったでしょう。はい、もうね、もうこれをここにポイッと置いといて、出して逃げます、逃げますね。こうやって逃げておけば、まあセントリーガンがやっつけてくれると。なかなかいい感じじゃないですか。あー、危ないですね、爆弾がいっぱい落ちてくる。ちょっと部屋の中に入ってみましょう。こちらも爆弾落としてね、対抗しないと。危ないですからね、あの、あれはさすがにね、トロフィーシステムもね、さすがに無理です。いや、なかなかいいところに落としましたね。爆弾にね、あの、無敵だからって突っ込んでいく人がいるんですよね。あれは味方でも敵でもやめてほしいですね、危ないんでね。あ、撃たれましたね。いや、全然当たんないな、おか
難しいな。あー向こうからのスナイパーですねこれ。あーやっぱりそうですね、スナイパーにやられちゃいましたね。いやーここからずっと打ってるとね、やっぱりもうここから打ってくるだろうってバレちゃってるんでね。だからね仕方ない時もあるんですけどね。まあまあまあね、こういう時はちょっと右の方からとかね、違う方向からちょっと攻めてみようみたいな感じでね、ちょっと行ってみましょうか。あれ全然敵出てこないな、おかしいな。左の方で銃声が鳴ってますね。中で戦ってるんだと思うんですけどね、味方が。味方のヒットポイント減ってないみたいだから、中で戦ってるんじゃないのかな、どうなんだろう。まあ、とりあえずほんじゃ右の方が攻めていってみましょう。おーっと同じスナイパーが、おっと、おあーまたずれましたね。あーやられましたね。相手はずっと覗いたまま撃ってたからね、あれだとちょっと間に合わないです。敵を捉えた。これもね、あまたちょっと右にずれましたから、ね、どうしてもこう2発目とかでやったり、あえて遅れたりねするのがね多いんですよ、スナイパーは。本当にねどうしようもないんでね、もうちょっとね早くカチャッパーンって打てるようにねなりたいんですけどね。まあまあね、こういうね下手な人がねやっても楽しめるゲームなんですよ。ね、なんとか当たるみたいな感じでね当てていけばいいんです。いろんな人にねゲームやってもらわないとね、どん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 ゲームが加速化しちゃうんでね。あ今のは大ダメージ与えたけど一発必中じゃなかった。今度はスナイパーに打ち勝ちましたね。いやいやいや、よかったよかった。これは当てにくいな。あここはいきましたね。いやーよかった、勝ちましたね、勝利。50対39と。お MVP 取れましたね、よかった。いやーちょっとどうかなと思ったんですけどね、スナイパーでねやっぱ練習するっていうのもね大事ですね。苦手な銃なんでね、もともとやっぱ練習しないとねうまくならないんでね。レーティングは89。あら89ならまあまあいい方ですね。まあさすがに90はちょっといかなかったけども、89なら全然いけてますね、いい方だと思います。よかったよかった。いやこれはまあナイスワークと言ってもらってもいいんじゃないですかね。はい、 XP カードとねティアームの方行っての戦績見てみましょう。27-3ですのアシスト1。あキル数27って、27まあまあ倒してたんですね。まあねこういう感じでね、とりあえずあんまりうまくはないけども頑張りたいと思います。ではでは次回を待て。